を見たらあなたも明治大学に行きたくなっちゃうよ。さあ今日特集するのは明治大学。私たちがこの15分に満たない動画であなたを明治大学に行きたくさせちゃいます。誰なの、マジか。ぜひとも最後まで見てみてください。私の方が、まあ、基本情報により軸足を置いてお話をし、サムさんの方は、まあ、メジャー君ミルクに軸足を置いてお話ししていきたいと思います。いきますね。明治大学の基本情報、いつもはねこういう表を通して皆様に情報をお伝えしてきました。だけど今日はもう概要欄に URL 貼っとくので、そちらから見てみてください。さっきの情報、まあ、ざっとまとめるとこんな感じです。いつもこんな情報をお伝えしてました。だけど今日は明治大学とは何か、いつ誰がどういう目的で作ったのか、このまさにこの明治大学の土台となる部分に着目しながら今日はお話をしていきたいと思います。はい、ということで、明治法律学校、ね、これ何か、明治14年、西暦1881年の1月17日にこの学校ができました。まさにこの学校というのは明治大学の前身となる学校だったわけなんですね。およそ140年前にできた学校となります。なんと日本で最初の私立の法律の学校だったんです、ね、そして創立者の一人、岸本達夫という方がいらっしゃいますが、この人開校後30年にわたって校長を務めた方でいらっしゃいます。そして元々はですよ、東京大学の法律の講師をしていた方だったんですよね。ですよね。なので、はいはい、まあ、当然のことながらですよ、当時もそうだし、はい、今もそうですけど、東大の講師といったらですよ、社会的な地位も身分も、はい、それは安定してますよね。うん、だけどそれを置いて、無報酬かつ自分の財産を犠牲にしてまで明治法律学校を作ってで経営をするようになるんですよ、この人。すごいですね。お、なぜ東大を離れ法律学校をこの人岸本さんは作ったのか。お、それは明治初期という時代が大きく関係しているんですよね。つまりこの時代何かというと、反幕政治、もう皆さん日本史やった方ならねもうご存知かと思うんですけど、明治初期の時代って明治維新が起こってから政治権力も警察権力も薩長藩閥出身者で固められるっていうことが起こるようになります。つまり中央集権国ですね。故にそれを妨害したり反政府的な立場を取ると徹底的に弾圧される、そういう時代が明治初期の時代だった。そして国立大学に関しても官僚の層が、つまり官僚の手先となるような色が濃かったわけであり、なおかつ東大もまさに国立大学例外ではなかったわけなんですよ。だからこそこの現状前に岸本さんには思うことがあったんだ。おお、面白いね、面白いね。それがまさに明治法律学校を作った理由ね、はい、官立学校においては政府の干渉を免れることはできない。だけど私立に関してはね、天空回覧自由に自分が目指すところの学問を追求することができるんですと、はい、だからこそ同志と共に明治法律学校を作るようになったんですね。さあ、しかしですよ、熱いね、熱いよ。私立になったからといって、じゃあ政府の干渉を逃れることができたのかといったら、決してそうではありませんでした。政府の干渉激しかったです。カリキュラムへの干渉、そして教える内容を指定してきたりもしました。ある校期に至っては、警察が7人、8人入ってきてメモを取っていた、何かこう、問題のあることを言ってないかとか、そういうことをチェックするためにですよね。だけど、こういう現状でありながらも、明治初期の反発政治と自由民権の戦いをくぐり抜けてきた、それが明治法律学校だったわけなんですよ。何のために、天空回覧自由、誰にも干渉されない学問の独立と自由のためにこの戦いをくぐり抜けてきて、今や140年、そして2030年には150年を迎えようとしている明治大学ね、はい、皆さんこれ見たことありますよね。ホームページに書いたらこれ出てきます。2030に向けてグランドデザイン前へ。私はちょっと非常に不思議だったんです。明治大学ってすごくもっとスマートなね目標とか掲げるのかなと思ったら、結構なんか精神的よりじゃんと、この前へという言葉にちょっと疑問を持っていた。だけど先ほどの歴史を紐解いてみた時に、この前へという言葉がすごくスッと自分の中に落ちてきた。とにかく前へ、ためらわず前へ進め。で、この根幹に何があるのか、ね、岸本さんが無報酬でも、ね、自分の財産を売り払ってでも自由に学問を追求するためにこの学校を作るという精神が土台の土台にあるから、それが今もこの時代にも受け継がれているメッセージなんだなということで、僕ははっきりと悟るようになったんですよ。皆さん
岸本さんがこういう言葉残してます。おー、いい。学問とは、うん、他人より授けられるべきものにあらずして、うん、自ら学び得しものならざるべからず、ね、うん、東大にいたとしたらもう東大で教えることはもうお国が気に入るようなことしか教えることができないんですよ。でもそうじゃなくて自分が学びたいことを自分自ら学べる世界を目指した、それが岸本さんであり明治大学の土台の土台にあるものなんです。さあ皆さん、そう聞きたい、皆さんに聞きたい、はあ、これから明治大学に入る人、そして今もう明治大学にいる人、明治大学で皆さんはどういう姿勢で学ぼうと思いますか。私からの発表は以上となります。いやー、いいね、これいいわ。でもこれで終わってよくね、これ俺の発表いいこれ。いや、いるいるいる。明治大学の魅力、私からはサブタイトル世界も優しさも見える大学ということで紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。明治大学ね、世界を見る学びっていうのがこれがすごいんですよ。まあ、何かっていうと、はい、留学をね、とにかくね明治大はね力入れてるんです。なるほど。で、実は2019年、はい、留学全国2位だったんですね。おー、はい、だから、そうなんです。だから、明大からもう海外に行く人は、まあ、日本で2番目に多かったと、はい。で、じゃあ留学行こうよみたいな、ただその声かけをするだけじゃなくて、経済的なサポートもすごくて、例えばアメリカのハーバードとか、まあ、コロンビア大学って、まあ、超エリートと言われる、そういう大学にもし留学できるならば、うん、なんと最高ですね、1学期に300万円もらえます。1学期？そうです。1学期で、マジで。そうです。だから、授業料とか、向こうの生活費を全部差し引いても、もうめちゃめちゃ儲けられちゃうっていうぐらいもうすごい援助してくれてるんです。おー、すごいね。はいはい、すごいですよね。で、まあこれはもうランクによってね、300万の大学もあれば100万の大学もあったりするんですけど、うん、もうね、明大生ね、大学入っていやー金ねえなみたいな、バイトしようぜ、いやアホかみたいな、そんな暇あるんだったら勉強してハーバード行きなさいと。もうそしたらもう留学もできるし、もう300万も手に入るから、もう確かに、そう、中途半端にバイトとかするんだけど勉強して留学しなさいみたいなね。いや、ほんとそうだ、そうだ、そうだ、それだ。すごいでしょ。で、明大は学校の留学もすごいんだけど、各学部の留学がすごい面白いんで、今日はちょっと簡単にそれを紹介したいと思います。はいはい、小学部とかだと、パリに行ってファッションとかビジネスを学んでくるんですよね。はい、ただ単におしゃれなものを売ってるだけではやっぱこう本場なんでうまくいかないんですよ。はい、でもビジネスの最先端でもあり、ファッションの最先端でもあるパリに行って学んでくるっていうのが小学部。なるほどね。そして、すごいね。で、あと僕この経営学部すごいなと思って、フィリピンの孤児院とかスラム街に留学に行くんですよ。で、これは。このスラム街がまたすごくて、中国の人たちが作ったお墓があるんですよ。でそのお墓に実は家っていうか、まあ、スラム街町を作ってそこで暮らしてるんですよね。はい、でお墓そこで、はいはいはい、そうお金がないから、でそういうところでストリートチルドレンのその子供たちがキーホルダーを作って売ったりとかね、物乞いをしたりして生活してるわけですよ。はいはいはい、でそういう子供たちと交流してくるわけですよ。ね、うわ、なんか熱いじゃん、マジで。いいよね。だから経営学ってどうしてもお金を稼ぐみたいな、そっちの部分に目が行くけど、経済活動の負の部分をしっかりと学んでこいっていうのが明大の経営学部なんですよ。いや、すごくないこれみたいな。いや、これはちょっと行きたい、興味ある。そうですよ。あとはですね、まあ、これ有名ですけど、国際日本学部だと、アメリカのディズニーランドで、じゃ半年近くインターンさせてもらえたりとか。いや、すごいよね。なんか、明大って聞くと、すごいこう、いろいろ華やかな部分もあるんですけど、うん、それに同時に、社会の現実を見せたりしながら、こう、世界というものが一体何なのか、どういう風に回ってるのかっていうのを、留学を通して学ばせるっていうのが、明大の留学なんです。これがね、1個目の魅力でございます。これは本当に行きたいんだって、もうすでにね。そうでしょ、ね、これ行きたいよ。で、2つ目のじゃあ魅力いきますね。2つ目の魅力は、優しい就活支援。頑張って！優しい就活支援。何それ。明大って、実はね、皆さんあんま知らないかもしれないですけど、就職に力を入れている大学ランキングってのがあるんですけど、その13年連続全国1位なんです。13年ですよ、13年。何がそんなに違うのかと、はい。全国の、これ何がそんなに違うのかっていうと、もちろんその、面接の対策の講座とか、例えばエントリーシートの書き方とか、ね、いろんなこう、そういうセミナーとかが、もちろんすごい力を
入れてるんですけど、はい、実はかなり違うのが、明大生だけが知ってる情報がめちゃめちゃ多いんですよ。なに？どういうことかっていうと、明大生が就活してみて、あ、これすごい良かったな、これすごい無駄だったなとか、あとこの会社は実はこういうことを面接で聞いてくるよとかね、卒業する人たちがみんな現役生のために書き残しておくんですよ。そう。明大生だけは2ちゃんみたいな感じってことですか？そうなんです。データベースがある。だから、もう、これがネットでは出てないわけですよ。明大生が知ってる裏情報だから、ね、それを元に就活するわけですよ。だから、大きな差が生まれてくるんですよ。うーわ、すごい、それは。で、さらにすごいのが、セミナーとか、ハード面だけじゃなくて、一番の違いは、ソフト面。この、学生に寄り添ってくれる、このキャリアセンターの差が、これが一番大きいんですよ。ね、いいですか。はい、はい。で、就活ってすごいやっぱ孤独な戦いだったり、そうだよね、一生懸命やるんだけど、会社の人から心ない一言言われて、やっぱこう、時にはすごい傷ついたりするわけですよ。いやいや、あるある。なんだけど、やっぱ多くのキャリアセンター、普通の大学のキャリアセンターとかって、そういう学生に対して、いや、大変だよね、みたいな。でもこういうのあるから頑張ってみようね、みたいな。なんかこう、仕事っていうか、ただ単に、次頑張ろうね、みたいな。なんかそういう感じじゃないですか。結構、塩対応的なのあるよね。そう。あるよね。もちろんその親切な人もいるけど、結構普通に流されてる。でも、明大は違うんですよ。明大の人、キャリアセンターの人たちは、学生の話をとにかくしっかり聞いてあげて、心の拠り所となって、励ましてくれるらしいんですよね。だから、明大生に話を聞くと、どうしてここの人たちは、こんなに優しいんですかって言ってきてくれたりするらしいんですよ。で、なんかそうやってこう、自分に悩みを抱えてて、そうやって話を聞いてくれるから、いつの間にか涙を流してたりとか、とにかくサポートしてくれる、心の支えになってくれる、そういう優しい就活を支援をしてくれるのが明治大なんですか。それでだからもうみんな、いや本当ありがとうございましたって言って涙を流しながらお礼を言いに来たりするらしいんです。マジか。で、それで、いや、明大にすごいお世話だったおかげで、いいとこ決まったら、みたいな、行きたいとこ決まったらってなったら、じゃあ自分が何か後輩のためにできることはないかなって言って、自分が就活で感じたことを、そのデータベースに全部書き込んでおくんです。なるほどね。まあ、いい好循環が生まれてるんだね。で、それで出来上がるから、もう13年連続全国1位だ。いやだからね、すごい。で、他の大学も真似するわけですよ。それセミナーをやったらいいんじゃないかとか、面接改革やったらいいんじゃないか。それはあくまで表面的なとこなんですよ。そんなものを真似しても、明大には絶対追いつかないんです。なんでか、明大は、そう、明大にはみんなに寄り添ってくれる優しいキャリアセンターの皆さんがいるんですよ。これはすぐには真似できません。はい。だから13年連続全国1位なんですよ、皆さん。めちゃくちゃ魅力だ、これ。ハートだ、ハート。ハートでしょ、ハート。大事なの、やっぱハートね。ということでですね、ちゃんとまとめると、留学を通して世界を見るようにさせたり、ね、自分の進路に対しても真心で皆さんをサポートしてくれる、これらの2つ普通の魅力を持って明治大学の魅力とさせていただきます。はい、いや素晴らしい。で、まあ明大はね、就活もそうですけど、受験勉強とか本当になかなかね結果が出なくて、時にはこうすごい苦しくなってしまったりとか、まあ、辞めたくなってしまう人もいるのかなと思うんですけど、最後、はい、私が尊敬する国産のメッセージを伝えて応援メッセージさせていただきたいと思います。はい。はい、人は悩んだり苦しんだりするけれども、そういうものを通してもっと高い次元に上がっていけるということを忘れてはいけないんです。だから困難、悩み、苦しみ、それを大きく考えないでください。そういう苦しみを経験せずに喜びを得ると、その真の喜びの価値がわからないんです。ありがとうございます。大変かもしれないんですけど、必ずその悩んだり苦しんだりっていうことを通してよりね大きなものを得れると思うんで、ぜひ最後まで頑張って試験勉強を通して大きく成長していってほしいなというふうに思います。はい、ということで私の発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。明治大学すごいいいところだね、やっぱり。ということで皆さん、明治大学にこの動画を見て行きたいなと思った方、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また皆さんが知ってる明治大学のいいところ、魅力などありましたら、ぜひともコメント欄で教えてください。あとここの大学について教えてほしいというところもありましたら、ぜひともコメント欄で教えてください。ということでまた次回の大学でお会いしましょう。ワンパク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